オーストラリア動物園は、オーストラリアクイーンズランド州、ビーアワーにある、私立動物園である。1970年に、ボブ・アーウィン、リン・アーウィン夫妻がビーアワーに、爬虫類専門の動物公園である、ビーアワー爬虫類公園を設立したのが、始まりである。それ以降、夫妻の手により、増改築しながら、園を大きくしていった。1980年代に入り、 大きく発展したソロを、クイーンズランド爬虫類、動物公園と名称を変更する。その後、二人の息子、スティーブ・アーウィンも経営に加わるようになる。スティーブが加わった後に、クロコダイル環境公園を設置し、その後、イリエワニの餌付けが見られる場所として、有名になるとともに、スティーブもイリエワニの保護、捕獲に乗り出し、次第に、クロコダイルハンター、 スティーブ・アーウィンとして名が知れ渡るようになる。1990年にはスティーブが経営を引き継ぎ、翌1992年にクイーンズランド爬虫類と動物公園及びクロコダイル環境公園を統合し、オーストラリア動物園として再び名前を変更した。その後もクロコダイルハンター、スティーブ・アーウィンとしてメディアを利用した手法により大きく成長を続けるものの、 2006年9月4日に、スティーブがドキュメンタリーの撮影中に赤いに刺され、他界した。スティーブの妻であるテリーが後を引き継いだ。また、スティーブとテリーの子供である、ビンディ、ロバートも動物園の宣伝に関わる。特に、娘のビンディもまたメディアに多数出演し、動物園のマスコットキャラクターとしても活躍している。クロコセウムでのショーオーストラリアの生き物を中心に、 多数飼育している。ありがとうございます。